はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、多分はめましての方が多いんじゃないかなと思いますけれども、えー、僕は、レックの専人講習をやっておりまして、あの主に司法書士の講座の方で専人講師をしている、えー、荒川修一と申します。えー、今日、はあの1時間弱になりますけれども、お話の方をさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。 はいえー、ということであの僕今あの司法書士講座のレック専任講師ですということで名乗らせていただいたんですけれども今日この,、まあ、あの行政書士の、えー、中心のイベントということでお声がけ,けいただきました理由が僕あの今実務の方でも行政書士と司法書士を兼業する形で、えー、事務所を開いて実際に独立して業務をさせていただいております。はいであのまあ、経歴としては僕は僕司法書士のの受験の方が 先でして、そうですねまあだいぶ前になるんですけれども2007年今から15年前に司法書士の資格をまず取りましたでそしてその後、司法書士事務所に勤めていったんです行ってその後、2011年 に、えー、独立をして、な、もう10年ぐらい経ったんですね。えー、それで今に至るということなんですけれども、その司法書士事務所で、えー、修行をしているときに、こう、様々なシーンに出会っていく中で、 ああ、ちょっと司法書士のライセンスだけでは物足りないなと、ぜひ行政書士のライセンスを取得して、二つのライセンスを兼ね備えた形で独立をしていきたいというふうに考えていましたので、後付けなんですね。その後、まあ、あの行政書士の方は2回の受験になりましたが、2010年だったと思います。行政書士の試験の方にも受かりまして、そして二つのライセンスを持って独立したという形になっています。 まあ、ですので、今日お話しさせていただく、まあ、レジュメのタイトルとしては、行政書士と司法書士の協力タッグということでえ書かせていただいていて、まあ、内容としては、まあ、複数ライセンスをね、まあ、取っていこうと、まあ、何かしら行政書士、 あとはね司法書士に興味がおありの方が今日あのこの場にいらしていただいたり YouTube で聞いていただいていると思うのでまあそもそもまあこの複数のライセンスを取っていくときにちょっと気をつけておいた方がいいんじゃないかなと思う点ですとかまあ僕があの何で複数ライセンスを取ろうと思ったのかっていうところも少しこうあのまあ自分の体験談としてお話をしていく中でまあ特に今回は行政書士と司法書士ということですからまあその資格ってどこが違うのか 特にお仕事をなさる時にどんな業務範囲の違いがあるのかというのを、まあ、あの実際に実務に即している、まあ、実務に携わっている人間としてお話をさせていただいて、まあ、最後にお話をまとめていければいいのかなというふうに思っています。で、まあ、ですので まあ一応専人講師ということで呼ばれてはいますけれども今日僕がお話をしたいなと思っている自分の立ち位置はどっちかっていうと今実務で行政書士と司法書士を兼業してやっている中で思うことだったりまああの受験生だった時にどういった形でその2つのライセンスを資格を取る という方向性から見たときにどうこうあの整理して組み合わせていけば、まあ、効率の良い勉強ができたのかななんていうことを中心にお話をしていこうと思っています。 また、お話の中では、どっちかというと、まあもちろんね、今、あの、司法、まあ行政書士、あるいは司法書士の試験を目指していて、かつ、ダブルライセンスも視野に入れていらっしゃる方だったりとか、あるいはもう行政書士のライセンスは持っていらっしゃるので、まあ司法書士ってどんなのっていう形でご覧に、あの、ちょっとね、あの、興味を持っていらっしゃる方、もしかしたら逆に司法書士持ってて行政書士って方もいらっしゃるかもしれないし、まあ、あとはあんまりいらっしゃらないと思うんですけども、もう行政書士とか司法書士では、 もうご自分でお仕事をなさっていてプラスアルファであの加えていく必要があるのかなんていうところに、えー、まあ少し、ね、お考えをお持ちの方にお話ができればなというつもりで話をしていきますのでよろししくお願いします、はいえー、それではえまずレジュメの1ページ目ということで、まあ、少し注意点みたいなところからお話ししていくのもどうなのっていうのはあると思うんですけれども。 まあ、もう皆さんにあえてこんなことをお伝えする必要はないんだろうというふうに思ってるんですがやっぱり今、まあ、複数ライセンスを取っていくということで、まあ、あの1つのライセンスでも同じなんですけれども単に今ライセンスを持っていれば、まあ、それだけでやっていける食っていける時代ではやっぱりなくなっているなというのが、まあ、この業界に10年、えー、いる僕の正直な感想です。まあ、あの 僕も受験生の時は資格を取ったらもう払いもう独立してもうすぐにでも仕事が起きてうはうはだみたいなつもりはちょっとありました。でも実際にはまあ今いろんな、えー、資料を取り巻く環境も変わってきているのでやはりこの資格を持っているだけでは即こう仕事につながっていったりこう食えていく時代ではやっぱりなくなっているのかなというのが正直な印象です。 ですので、まあ、あの資格はあくまでツールに過ぎないですよということを、そしてその後、もし複数ライセンスということまで考えていくならば、まあ、それぞれの資格が持っている方向性、例えば行政書士だったらどんなことができるのか、司法書士だったらどんなことができるのかっていうのは、まず皆さんが理解していただいて、そして組み合わせですよね。組み合わせを、よいしょ。きますね。はい。 組み合わせを考えて取得計画を立てましょうと。まあ、例えばそれは資格同士の相性もあるでしょうし、関連性、補完性っていう形で書かせていただきました。まあ、費用対効果を考えて必要な資格を必要なだけ用意した方がいいんじゃないですかということで。まあ 確かに、ライセンスをたくさんお持ちであれば、それだけこう、業務を行える幅というのは広がっていくんでしょうけれども、やはり資格を取るにはそれだけのお時間と費用がかかっていきますので、もしかしたら、ま、あの、宝の持ち腐れではないですけれども、お時間をかけていただくのには、若干こう、トータルでは費用対効果的にどうだったのかなというふうに思ってしまうところも出てくると思います。なので、え、皆さんにちょっと、あの、振り返って考えていただきたいのは、まあ、 最終的にどのような業務なりお仕事をなさっていこうとするのかっていうところに少し立ち戻っていただいて、で、あの僕も今日あの一例をねお話ししていこうと思うんですけども、その中で、じゃあご自分がやろうとするお仕事のためにはどんなライセンスがいるのと。ね、あの行政書士のライセンスも取れていて、それだけで十分足りるやっていうことであれば、まあ、あの、 司法書士講師の僕の立場としては少し寂しいところもありますけれども、でも皆さんにとって無駄なお時間、無駄な費用をかけていただくという方がもっといけないことだと僕は思っていますので、まあ、改めてそういうことに気づいていただけたということであれば、今日ね、こうやってご縁があってお話を聞いていただいただけで十分だと思いますし、あるいは、あ やっぱりこういう業務やろうかなと思ってるけど、だったら、両方ライセンスを持ってる方がよりやりやすそうだっていうふうにお考えいただけたのであれば、それに向けて、じゃあどうやってライセンスをね、組み合わせていくかっていう方向性で考えていただけばいいと思うんです。あとは、あのー、まあ、今ね、この業務でどういう,どう,いうふうに使うかってお話をさせていただいたんですけど、じゃあ自分はどうだったのって話になると、僕は本当に何にも考えてなかったです。 あの、とにかく、こう、ある程度、なんだろう、グレードの高いじゃないですけども、そのまま食べていけそうなライセンスを持って、あの、一人で仕事をしたいっていうことしか考えてなかったので、行政書士を取ったら何ができるのか、司法書士を取ったら何ができるのか、あんまりよくわかってませんでした。もしかしたら、まあ、あの、とにかく頑張って、ライセンスを取って、 あの、独立し得る資格を用意してから、ね、どんなことができるのかを考えていくって考えていらっしゃる方も、僕結構多いんじゃないかなと思っているので、でもそれは全然おかしなことでも何でもない。まあ自分がそうだったから、あの、弁護するわけではないですけども、だからそうであれば、あの、あ、ライセンス取るとこういうことができるんだっていうのを今ね、どこかで、あの、頭の片隅にでも結構ですので、入れていただいて、で、それで、まあじゃあ、あの、 学習の容易性等から、じゃあ2つ取ってみようかな、なんていう形で考えていただくので十分だと思います。少なくとも、業務ができる幅というのは広がっていきますので、はい、あの、やろうとしていることを興味があるところにより、こう、深く関われそうだなと思うのであれば、それだけでも、まあ、ライセンスを複数取っていただくようにするのがいいんじゃないかなとは思います。 じゃあ、レジュメ続いていきますけれども、で、えー、まあ、今ちょっと話しましたけれども、えー、僕が複数ライセンスを実際どうして取得しようと思ったのっていうのが、まず実務面で、まあ、絡み合った職域に対するもどかしさ、内容はわかるんだけど、スキルもあるんだけど、局面の違いで業務として取り扱えない、なんていうのはあったわけです。まあ、例えば、 僕の場合は司法書士が先行していますので、まあ、司法書士でできる仕事というのをまあ修業時代にこうたくさん対応させていただいていたんですけれどもそうするとお客様からこうお話を聞いていくとあのやっていることはいつもやっていることなので、まあ、あのやれますかって言われればできるでも司法書士の業務範囲から若干ずれてるんだよなってお仕事があってそうするとお仕事は してサービスは提供できるんですけれども、お金がもらえない、業務にならないっていうことを何度か強く経験したことがあったので、まあ、うん、ぶっちゃけて言うとそれが僕が行政書士のライセンスを取って、えー、より広い範囲をカバーできるようにしようと思った、もう現実的な動機です。で、あとはそれに加えて、 まあ営業面、まあ、これは独立することも考えていたので、まあ、あの従来両方の職域を取り扱えればビジネスチャンスが拡大するだろうっていうふうに思っていました感じていました、まあ、従来の業務の範囲にとどまっていては顧客満足度は上がっていかないだろうということで、まあ、あの特に業務を実際にやってみて僕が感じたことはまあこれ僕たちこの専門家の悪いところでもあると思うんですけれども自分のところに 頼みに来てるんだからもう何をどう頼みたいのか分かってるよねってちょっと思い込んでしまうところがあってでもお客様って意外とそこまではねそこまで分かったらすごいお客様なんですよね、えー、なんとか 問題、自分が問題を解決したくって、たまたま、あ、それは行政書士さんにやってもらえるんだよ、とか、司法書士さんにやってもらえるんだよって言われたから、なんかね、雲の糸を辿るような感じで、僕たちの前に来てくれてる方がほとんどで、だから、あの、ね、ちょっとしたその職域の違いで、いや、これは行政書士じゃできないんですよ、いや、司法書士じゃできないんですよって言われちゃっても、そんなこと言ってもせっかく見つけたんだから、なんとかしてよ、 っていうようよな、ねえー、感覚がやっぱり多く持たれてると思うんですなのでまあ僕が独立して業務をやっていくのであればせっかくご縁があって僕の,の元にいらしていただいたあるいはお声かけをいただいた方々に今な、まあ、とかある程度の範囲のサービスは提供できるようになっておきたいなっていう思いが営業面としてありました。 だと三つ目、実現可能性ということで、またここも、あの、僕のちょっとずるいところだと思うんですけれども、まあ、あ、えー、試験科目が、大所が共通しているというのは、ま、あこの、ね、今日のお話を聞いてくださっている方はご理解いただいていると思うんですけど、だから、ま、あ少し頑張れば、一から他の資格にチャレンジするより早いんじゃないのっていう打算も正直ありました。なので、まあ、この、 綺麗事を言えば、このワンストップだとか、ね、営業的にいいよっていうことを言ってた、あるいは実際に、ね、お金取り損ねた悔しい思いをしたっていうところを踏まえて、でも、比較的司法書士と行政書士って、隣り合ってる資格だから取りやすいんじゃないのっていうのが、もう現実的な気持ちです。なので、こんな、まあまあ、横島な気持ちを持って、ダブルライセンス取得に、えー、邁進したっていうのが僕の場合でございました。 まあなので、まあ、少し、ね、業務的な目線でお話をするとこんな動機ということになってくんですけれども、まあ後でも触れられると思いますが、まあ、あの試験科目としても大所が一致しているということ、あとは職域としても非常に近しい職域にある、えーまあ、業種なので、両方合わせておくと、まあ、かなり えー、広い範囲の業務をカバーできるということは間違いありませんので少しそれは頭に入れておきながらこの後のお話聞いていただければいいのかなと思いますでは、えー、レジュメ次,次のページに行きまして今度は3番目ですね行政書士と司法書士の違いなんていうところからお話をしていきたいと思いますけれどもまあルーツ、まあ、ルーツなんてあんまり、あ、気にしなくてもいいのかなって気がするんですけれども まあ、大昔は、小書人と大言人と大書人って大きくこういう3つのカテゴリーのお仕事があったみたいなんですけれども、それが今たどっていくと、小書人と呼ばれていた方たちは、今の公書人になって、大言人、言葉を変わる人が、これが弁護士になって、大書人の中で、司法大書人と、 一般代書人というふうにカテゴリーが分かれた中から、司法代書人というのが今の司法書士になり、 一般代書人というのが行政書士になったというふうに定義されています。まあ、なので、ルーツからたどると、同じ代書人、何か書き物を代理で行う、まあ、代書屋さんだって言い方をする時もあるんですけれども、その中のカテゴリーの違いで司法書士と行政書士っていうのは生まれてきたんだというのがルーツとしてありました。そして業務内容というところなんですが、 まあ基本的に書類の作成というところは変わらないんですけれども、まあ、行政書士、これも皆さんご存知だと思うんですけれども、観光書に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類を作りますということで、まあまあ、かなり広範囲を、えー、担当することができるのだというのは見ていただければわかるかなと思います。まあ え、アスタリスクの2番目で、他の法律で制限されている場合は除きますということです。で、例えばその中で他の法律に制限されているものって何ということで右に行っていただいて、司法書士ですけれども、法務局、裁判所、検察庁に提出する書類、観光書ではありますが、その中で法務局だったり裁判所だったり検察庁に提出する書類というのは、 このアスタリスクの2番で書かれてますように、他の法律で制限されているものを除くに含まれているイメージで、えー、考えていただけばいいのかなと思います。まあ、ですので、まあ、これもご説明聞かれている方がい多いと思うんですけれども使用、行政書士の範囲というのはすごくこう、裾野が広くて、まあ、アイディア次第でどんなこともお仕事にできるんだっていうようなことをおっしゃっている方もいらっしゃるかと思います。で、その中で司法書士というのは、まあ、この、 法務局だったり裁判所だったり検察庁に提出する書類ということでどっちかというと範囲は狭いけどその範囲狭い範囲の中では少しこう広さはないけど深さがあるというかそこに特化しているような形で成立している業種なんだという位置づけができるのかなと思います また、えーで、手続き代理というところで、今見たのは書類を作るときの代理なんですけれども、そのまま、えー、何かの手続き系の代理だということだと、まあ、行政書士は許認可に関して行われる聴聞または弁明の機会の付与の手続き、その他の意見陳述のための手続きとなっていますが、例えば司法書士の場合だと、まあ、法務局に登記というのを出すわけなんですけれども、その登記申請の代理までできたり、あるいは、えー、プラスアルファ で資格、ね、あの資格格ない資格というのかなあのプラスアルファの試験を受ける必要があるんですけれども簡易裁判所において民事の140万円以内の訴訟であれば弁護士のように代理人として訴訟代理人として振る舞うこともできるというふうになっています。 そして相談業務としては上記の業務に関する相談。こちらが、ま、司法書士及び行政書士としてやり得る、ま、業務の範囲を、ま、条文から抜いてきたような形で、まあ、あの、ざっくり並べてみるとこんな感じです。まあ、ただね、これだけだとイメージが湧きにくいと思いますので、レジュメ次のページめくっていただきたいんですけれども、そうすると、ま、まあ、あの、かなりざっくり 栗ではありますが、まあ、実際の事例に沿って、えー、行政書士、司法書士がどう関われるのっていうのを、まあ、イメージしていただくために、こう、ちょっと具体的な業務の例ということで持ってきてみました。 まず上の方が、いわゆるもう一般の方々、個人に発生しうるようなイベントということで並べてみましたが、例えば、えー、住宅を購入されたということですと、例えば、登記簿に誰がその住宅、土地なり建物の名義人ですよっていうのを記録、登記をしていきます。あるいは、銀行さん等々から借り入れ、いわゆる住宅ローンですよね。住宅ローンを組んでいただいて、その で住宅ローンを組んだ結果、まあ、定当権というような担保を土地建物につけていく形をとっていくことが多いので、いわゆる登記申請というのが伴って発生してくることになります。でここは登記申請、そして法務局に対して行う行為ですから、まあ、司法書士の独占業務という位置づけになろうかと思います。まあ、でも、 個人がやられることでも、じゃあ自動車、マイカー購入しましたよっていうと、これ全く逆になって、今度は行政書士がまあ登録申請に関する、まあ、あの、業務を独占的に行っていくということになるでしょうし、あるいは、あの、ビザとかに関わる入管業務なんかも、こちらも行政書士の、ま、専門分野ということになっていって、司法書士では、ま、対応が全くできないでしょうということになっていくかと思います。あとは、 まあ生活上のトラブルなんて書きましたけれども、まあ例えば交通事故だったり、まああのオークションだったり、最近だったりメールカリだったり、そういうネット関係のトラブルね。 比較的小さめのトラブルだったり、あるいはね、今はあんまり CM 流れなくなったかもしれないですけど、よくね、この過払いとか借金の問題とかいうのがよくラジオとか、あの深夜のテレビのコマーシャルなんかで流れてたかと思いますけれども、まあそういった生活上のトラブルっていうことになっていくと、まあ例えばこれを最終的に訴訟なりでやっていこうってなると、ここはアスタリスクの1位としていますけれども、 まあ、例えば、えー、先ほど説明した簡易裁判所で取り扱える民事140万円の範囲内であれば、まあ、あのー、その資格を持っている司法書士であれば対応できるということになっていきますが、でも行政書士のライセンスではこの実際の訴訟というところには関わっていけない。で、えー、同じように今度じゃあ裁判所に、えー、訴状は出すけど、 ご本人で訴訟をやるんだ、なんていうケースだと、お手伝いするのは実際の訴状だったり、まあ、いわゆる関係書類を整えてあげて、あとはご本人さん頑張ってきてくださいっていう形での関与になっていくんですが、ここもやっぱり裁判所に出していく書類なので、まあ、えー、行政書士ライセンスでは対応できず、司法書士ライセンスだということになっていく。 でも、もっともっと手前で、例えば、内容証明を送るだとか、あとは、時短書を作って、まあ、当事者同士でもお話がついているので、まあ、後々揉めないように時短書なんていう形になっていくと、こちら、まあ、基本的にはどちらかというと、行政書士の権利義務だったり、事実関係に関する書類ということで、まあ、主に作成する。ですから、この交通事項だったりをね、えー、テリトリーにしている行政書士の先生も数多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、司法書士だと、 まあ、訴訟をするプラスアルファの業務ということで受け売るんじゃないかなというような形で、まあ、司法書士でもやりうるところではあるんですけれども、訴訟業務の一環としてみたいな位置づけがちょっと出てくるんだということです。 あとは、今度は少し、こう、ご相続という話に近い話になっていくかと思いますけれども、例えば、これもご興味がある方、最近すごく増えてきてるかなと思います。法定貢献、いわゆる、に、あのね、えー、貢献人とか補佐人とか補助人とか、そういった形で、貢献人ということを、えー、貢献業務というのが最近よくやられる方多くなってきてるんですが、こちらも、 公権人に就任して、実際にそのね、困ってる非公権人の方々のために動くというのは、これは、あの、ま、正直、え、ライセンスの縛りがないので、ご家族でもできたりしますし、よく行政書士でも司法書士でもお受けしてるケースがありますが、その、え、公権人等になっていくためには、裁判所に申し立てをする必要がありますので、その申し立て書類を作れますかと言われると、申し立て書類は、 え、行政書士のライセンスでは作り得ないということになります。ですから、例えばこのあたりなんかですと、どう行政書士と使用書士が変わっていくのかっていうことで、まあ僕は両方持っているので、あれですけども、行政書士の先生で後見人やられる方結構増えていて、そうするともう後見人になることは内々で決まってきていて、あとは書類を出して申し立てをしなきゃいけないんだ、その申し立てする書類を僕の方に ちょっと作ってねっていう形で実際に公、えー、見人になられる行政書士の先生と書類作成ね、申し立て書類の作成としてのまあ司法書士としての僕の連携というような形でお話を進めていったりすることがあります。まあ、ただこれも、えー、司法書士だったらそこは身分を分けなくてもというか役割を分けなくてもいい。 んでしょうから、まあそうすると申し立て書類の作成からそのまま自分がまあ後継人になってっていうところまで、まあスッと一貫してできるのかななんていうことはあります。あとは、まあ、いわゆるご相続業務ですよね。まあ、あのー、書類作成は基本的にはまあ行政書士のテリトリーだっていうことですので、まあ遺産分割なんていうのをするときには、遺産分割協議書なりは、まあ 作っていけるんでしょうけれども、それが、例えば、不動産が財産、遺産に入っていたとすると、やっぱりこの不動産については、相続を原因として名義を変えていかなければいけませんので、登記申請っていうのがどうしてもついてくるかと思います。そうなると、書類までは作りきれるけど、実際の登記は、例えば、あの、ご自分たちで申請書作ってくださいみたいな形に、行政書士ライセンスだけだと、やらざるを得ないかもしれません。まあ、使用書士の場合ですと、まあ、登記申請は当然、 あのメイン業務ですからやっていくそしてえ遺産分割のところ書類作成でえ米印の2としておきましたがこちらは登記申請と合わせて提出する書類として作成可能という見解があの出ていますなのでえ登記申請をする不動産を 不動産が遺産で遺産分割をしたい、登記申請をしなきゃいけない、その前提となる書類として遺産分割協議書を作りま、作っていいですよっていうことでは、まあ、そこに関しては少なくともいいでしょうという見解が出ている。 まあただ、例えば、ご相続でも、場合によっては、もう相続しない、相続放棄の手続きを裁判所にしていくんだっていうことになっていくと、やっぱりこれは裁判所絡みの手続きになってしまいますから、裁判所に対する書類の作成は、残念ながら司法書士じゃなきゃできないということになっていっちゃうんだろうと思います。なので、 ここまでが、いわゆる一般の方々に対する、え僕たち行政書士だったり、司法書士の関わりの中の一例だと思うんですけれども、例えば、まあ、この一般の方々、まあ、行政書士の中だと市民ホームっていうのかなえ、そういうカテゴリー分けをしてたりするんですけれども、もし行政書士のライセンスをまあ持っている、あるいは目指しているという方の中で、まあ、今、 本当にざっくりとした例でしかないんですけれども、ご自分が興味がある分野が例えばあったとして、その時に、まあ、ライセンス今のまんまで足りるかなっていうふうに思った、あるいは、あ、興味があったけど意外と制限があったりするんだな、なんていうことがもしあったんだとすると、お隣の資格、これ、司法書士持ってて行政書士見ている方でも同じだと思うんですけれども、自分がメインで狙っているライセンス、 もし実際ご自分がやってみたい興味があるっていう業務を照らし合わせた場合に、まあ、どれぐらいこう自分のライセンスメインのライセンスでカバーできるのかなというのは、まあ、えやりたい業務が見えている方であれば少しえ見始めておいてもそのダブルライセンスを考える上では一つのヒントになっていくんじゃないかなと思います。 で、えっ、ー、と、下の方、ここから先、まあ、あの、すごくざっくりまとめちゃったので、業務の分野がないわけじゃないんです。むしろこっちの方が多い方もいらっしゃると思うんですけれども、法人とか事業主、いわゆる商売やってたりするっていう方々を相手にしていくと、まあ、例えば、会社を作りたいですというふうになれば、 会社を作るため、最終的には会社を作ったら会社も登記をしなければいけませんので、登記申請をするという段階ではどうしても司法書士の関与を求めざるを得ないということになっていきますけれども、書類を作りするということをね、議事録だったりね、を作っていくということであれば当然、えー、行政書士のライセンスだけで十分 タリルルというかむしろね、そういう書類を作っていくのが行政書士の一つの大きな仕事だろうというふうに思っています。まあ司法書士でもお手伝いはできますけれども、登記申請の前提という少しね、前提がついているような解釈が現状多くされているところです。 そして、まあ、あの、下から2番目、許認可ですよね。えー、認可に関してはもうこれがもう、えー、行政書士の、えー、メイン業務だっていうふうに僕は思っていますので、こちらもまさに行政書士しか、まあ、入ってこれないところでしょうねということです。まあ、建設業だったり、まあ、あとはね、飲食だったり、まあ、風営だといろいろ分野はありますけれども、まあ、その仕事をするためにどこから、 どこかの役所から許認可を取っておかなければいけないっていう仕事であれば、ここはもうまさに行政書士さん、行政書士のこう、もう免許務、そこが居場所だっていう方がやっぱり多いのかなというふうに思ってます。そしてまあ決算関連というところで、まあ帳簿は書ける、帳簿を代わりに書きますよっていうことでは、行政書士としてお手伝いをすることはできるんでしょうけれども、決算処理だって実際にその税務だっていうお話になっていくと、ここはまあいわゆる税理士さん。 場合によって会計士さんの出番ということになっていくんだろうなというふうに思っています、はい。ということで、まああのまあ、今ざっくり本当にこれだけなわけはなくて、えー、他にもいろ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 業務はある中で、まあ、あのよく聞く司法書士なり行政書士なりが関かかわっていく、えーまあ、皆さん 日常起きているイベントごとだと、まあ、このように関わり合える範囲が微妙に違っているんだなということになりますから、まあ、もし今後業務なさっていく、どういう業務をするんだよっていうのが見えている方、ね、例えば、あの、相続貢献業務をメインでやりたいな、なんて思っていらっしゃる方がいたら、 さてさて、どっちのライセンスをどれぐらい持っておくとご自分のなさりたいことがね、得意なことができていくのかな、なんていうのを少し考えていただくとよろしいのではないかな、ということで、まあヒントですね。で、あと、ここも、あのー、 僕個人の解釈っていうのもある程度ちょっと入っているので、実際に行政書士会だったり、司法書士会だったり、その上の連合会が言っていることとは、えー、若干ずれてきているところもあるかもしれないんですが、まあ、典型的にはこういう考え方がされているだろうということでのご紹介をさせていただきました。じゃあ、えっ、ー、と、ここまでで、まあ、業務範囲的な分け方 はしてみましたが、じゃあ、う、え、ん、ー、なんとなく自分がやりたいことはこんなことだなあっていうのがあられる方だと、まあそのイメージをしていただいた上で、じゃあどうやってライセンス取っていくのっていうお話にしていきたいと思います。えー、レジュメ次のページです。はい、ということで、まあまあ、あのメインで、えー、やられてる方の業務に あの、試験については、試験科目っていうのはもうご存知だと思いますけれども、まあ、行政処士試験と司法処士試験ありまして、まあ、ざーっと法律の名前で分類してみましたけれども、まあ、ご存知の通り、憲法、民法、商法、会社法は共通しているということで、まあ、ここがね、あの、僕たち、今はこう、 レック専任講師として話をしてますけれどもあるいは受験生として話をしてますけれども共通している科目が多いので、まあ、ここはクロスオーバーしてお取りになってみてもいいんじゃないでしょうかっておすすめする大きな理由はやっぱりここにあります。でまあまあ、実際に受けてみた 僕自身の個人的な感想ですけれども、まあ、あの、司法書士試験の方が、このいわゆると、なんとか登記法ってなってるんですが、不動産登記法、商業登記法なんて上がってると思うんですけれども、これまさに、登記簿に登記をしていくときにどういうやり方するのっていうところを学んでいくので、まあ、比較的その後やる業務について直結してるのかな、という印象はあります。 まあ、あの、行政助手の科目の場合ね、この行政法とか結構ちょっと広めのお話を学習していくので、じゃ実際に許認可業務のやり方っていうのはこの試験手には入っていないわけですから、ここはまた皆さんが例えば、あの、事務所等に所属して修行しながら獲得していくところになるのかなというふうにも思います。あとは難易度系の話で言うと、まあ、憲法、民法、商法、会社法が共通してはいるんですけれども、やっぱりこの範囲、 とか、その聞いてきている論点の深さ的なところから言うと、若干使用女子の方が質とか量も深くて多いかなーっていうのも、これもあの肌感覚だけでしかありませんけれども、感じはしてます。 ま、なので、まあ、あの、主に行政書士のライセンスをメインに考えていらっしゃる皆様にお話をしている前提で書かせていただきましたが、まあ、まあ、今後行政書士資格を中心に進めていかれる、一本で進んでいかれるとしても、あの、業務の関わりによっては、まあ、あの、見ていただいた中でどうしても、その、 まあ不動産に関するお話をせざるを得ないんだったら、どこかで登記って言葉が出てくるでしょうし、これは会社さんを相手にするときでもやっぱりどこかで登記っていう話が出てきてしまうと思いますので、まあ逆に司法女子メインにやってる方でも、例えばなんで会社作ってやるのそれは商売したいからだよ。商売するためには、ほら、許認可を受けなきゃいけないじゃないなんて話はよく出てきますし、ね、あの、 遺産分割したいんだけどっていうところでまあまあ、あのー、少し見解は分かれてはきてますけれども不動産なかったらどうするのなんていう時にちょっと悩んだりするわけですよね。なので、まあ、行政書資格1本でという書き方はしましたけれども、まああのー、どちらの業務をやっていく上でも少なくともライセンス持ってなかったとしても知識的にはある程度突っ込んでひ広げておかないとそこはし 行政書士の試験科目じゃないから、あるいは業務範囲じゃないから知りません。これは司法書士の業務範囲じゃないから分かりませんっていうわけにはいかないんじゃないかなって思います。そうすると、どうせ何か勉強しなきゃいけないんだったら、そのままライセンス取得までもう一歩踏み込んじゃった方がいろいろお得なんじゃないかなっていうのが僕の、これ本当に僕個人的なイメージ、印象です。 もう僕本当これこれで取ったようなものなのであのどうせやんなきゃいけないんでしょうであのさっきも言いましたけどもあこれお金につながんなかったなあってまあただ働きってちょっと言葉悪いですけどもまあそういうのをなるべく少なくしたいなあだったらまああのもう取っちゃえっていうのが正直な動きでしたあとはまあどちらの方向から見ていただいても同じなんですけれども、うん、まああの結局もう ある程度資格試験って内容は違いますけど、要するに、あの、時間をかけてコツコツとやらなければいけなくて、あとは、その、ね、実際に実務上どうかは知らないけど、試験科目的にはこういう取り扱いをしなきゃいけないんだ、みたいな割り切りがあると思うんですよね。で、えっ、ー、と、もうすでに何かの資格試験の取得を目指されている、あるいは資格を持っていらっしゃる方々って、ここの割り切りがもう備わってるだろう。 っていうふうに僕は思ってます。なので、これ試験勉強のコツっていう書き方をさせていただいたんですけれども、その、あの、わ、うん、かった、しのごの言うっても点取れなきゃ意味ないから資格取,れ取るために、試験に受かるために効率重視にするんだよっていう割り切りができていたりとか、あるいは知らない科目があったとしても、その、 何かの法律を学ぶのであって、そこには条文があって、条文の解釈があってっていうようなことで、あと、それに対して試験問題がどういう作り方をされてくるのかっていう、なんか、その、試験問題に付き合っていくやり方っていうんですかね、それがおのずと体得されてるだろうなというふうに思ってます。そして、まあ、特にもうライセンスをおとりだよ、取ってるよっていう方であれば、この三つ目が一番大きいと思うんですけれども、 まあご自分それぞれのやり方はあった中で資格取れてるぞっていうことであればもう大きな山を一つ二つ越えている皆さんですからあ所詮わかんないけどあの時こうやったらできたんだから同じやり方にやったらでやってったら自分だったら成功できるはずっていうのが成功体験を持って分かっているのでこの 確かくを取っていらっしゃる方が他のライセンスに拡張していくっていう時の一番の強さはこのもうすでに成功体験を持っている、そして試験勉強だというある意味の割り切りを持てているっていうことが強いと思ってます。で、さらに、特に司法書士と行政書士であれば、大所である民法と憲法と、あと商法会社法が、 共通しているので、まあ、すでに今まで学習なさったものの応用もできるから、かなり試験科目的にも、試験主的にも近しい関係にあるだろうというふうに考えているわけです。はい。えー、ということで、ある程度話を広げていきましたが、ここから少し、えー、まとめていきたいと思います。板書次のページ、書です。あ、せ、え、い、ー、次のページです。はい。 ということで、まあ、あの、まあ、行政書士と司法書士の関係、まあ、お聞きになってるかわからないですけれども、ええー、やっぱり、こう、微妙なライバル意識みたいなのは、お互いの業種が持ってます。で、なんでかなと思うと、やっぱりもう、ルーツも近いし、業務、 範囲も隣り合っているので、まあ、あの、まあ、年の近い兄弟とか、いいとことか、隣人って書きましたけれども、まあ、本当に同じような職域で、同じようなお客様を相手にし合っている。だからこそ、相手に対して、まあ、いろんな見え方をしていくんだろうな、っていうのが、僕が感じていることです。まあ、ライバルだから張り合っちゃうんだろうな、というふうに思ってます。で、そんな中で、 まあじゃあ業界を取り巻く現状ということで、まあ典型業務、例えばね、あの行政書士だったらまあ許認可業務というのがメインだったでしょうし、司法書士だったら登記業務というのがメインだったわけですから、それが潤沢にまあ仕事のパイがあれば、わざわざ、あのー、他の ところに目を向けなくてもよかったんだろうと思うんですけれども、やっぱり今、あの、仕事のパイ自体は減ってきている現状はあると思います。まあ、だからこそ、えー、典型業務に関わらない新しい業務、自分のライセンスで成し得る新しい業務を考えて、それに対して邁進していける方が、まあ、あの、どんどん業績を伸ばしているっていうことなんでしょうけれども、一方で、まあ、その業界にすでにいる、まあ、その人たち、まあ、特にこう、 偉い方なんかだと、自分たちのライセンスでできる範囲を拡張しようっていう気持ちがやっぱりどうしても働くんだと思うんです。だとすると、まあ、あの、隣の、なんだろう、領域にちょっとずつこう食い込んでいったりっていう、こういう押し、ね、押したり引いたりっていうのが出てきてし,しまうところもあるので、この辺が、まあ、ライバル心を煽るところなんじゃないかなと、僕個人的には思っています。まあ、ただ、 ご近所で張り合っている場合なのかな張り合う真の相手は他にいるんじゃないかなというのが、えー、正直な思いです。実は、えっ、ー、と、この今日見ていただいている資料って、僕が、あの、開業したて10年前に、えー、同じようにレックさんでお話をさせていただいた時に作った資料から、10年ぶりにバージョンアップして持ってきたんですけども、その時は、僕このお話をしている時に何を念頭に置いてたかっていうと、弁護士さんを念頭に置いてました。 弁護士さんの数が爆発的に、まあ、あのね、放課大,大学院等々で、弁護士さんの数が増えてきた。そうすると弁護士さんも今までの業務範囲だけでは抱えきれなくなるから、そのを広げてくる。弁護士さんは行政書士、司法書士のできることは基本的にはほとんどできてしまうと考えてしまえばいいと思いますから、まあ、あの、 費用対効果の問題で、えー、僕らの領域まで降りてこられない方がほとんどではありますけれども降りてこようと思ったらライセンス的には、えー、参入十分できるそしてまあだ,だとするとそういうまあね外敵じゃないですけども、えー、他にそういうライバルもっと強力なライバルがいそうな中でまあお隣同士で張り合ってどうするのっていう気持ちでこの文章を書いていたのが10年前なんですけれども 今だとそれに加えて AI とか、あの、あるいはもう民間ですよね。民間の中で、こう、書類作成業務は今だったら、もうインターネットでパパパッと言ったらピッと出ますみたいなお話が出てきていることも踏まえると、その、なんて言うんでしょうね、その、 目の前にある業務そのものばっかりに目がいってしまうとなんか自利品ではないですけれどもそういった形になっていってしまうのでもうちょっとその僕たちの元を訪ねてくださるお客様にとって僕たち事業ねライセンスを持っているライセンサーが何ができるのかなっていう視点に立つ方がいいんじゃないかなっていうふうに思い始めています はい。ということで、えー、最終ページに行きたいと思いますけれども。はい。ですので、まあ、あの、少しね、偉そうなこと書いてますけれども。はい。まあ、行政書士と使用書士が有する職域を合わせれば、書類作成、提出書手続きの分野については、かなりの分野がカバーできることは間違いないと思っています。そして、えー、他の資格と比較しても、試験科目の類似性が抜群に高いことも、えー、証明されていると思います。なので、両方のライセンスをし、 取得することによって取り扱える業務、業務が多角化しますので、まあ、えー、書類作成提出手続きの専門家として、ワンストップの状況がつ作れるんではないのということはある。なので、 お客様にとっての利便性が向上しますし、まあ僕たち仕事を受ける側としても、まああのいろんな方向性から案件にアプローチすることができるので、まああの行政書士業務的にはちょっと難しいけど、使用書士業務的にはここまでカバーできるよなんてお話、または逆なようなお話もできると思うので、お客様の現状にあった、まあその来ていただいたお客様にとって最適解に近い回答をお渡しすることができるようになるんじゃないかなというふうに思ってます。 ね、なので、えー、法律的な知識を有する僕たちが業務を通じてお客様に適した法的にも正しいサービスを提供することで結果的に法律的な問題の発生も防げます。なので、行政書士、司法書士、ね、えー、町の法律家という立場をお互い取りたがってはいるんですけれども、ま、あの、真のね、姿の一つではないですかというふうな話をさせていただいており、ということにこのレジュメ上はなっています。 まなのであとはまあ,あと最後あの数分お話をさせていただきますがまあこんな話もちょっとお耳に入れていただいた中で皆さんがどう考えていかれるかまあね当然やれることサービスはいっぱいあった方がいい,のい,いと思いますのでまあそれが全部ご自分の手元にある。 あるのがいいのか、あるいはね、あの、僕なんかでももう、実際は少し司法書士業務の方がかなりかな、多くなっていて、行政書士業務で例えば許認可のお話が流れ流れてきたときには、どうしているかというと、もう知り合いの行政書士さん、その道のプロにおつなぎして、えー、お願いをして、で、トータルでお客様の、えー、悩み事を解決するなんていうことをよくやっています。なので、場合によっては、 提携関係をしっかり結んであげることで、まあ、集団としてワンストップの状況が作れれば、お客様の悩みごとは結局一人に頼んだのと一緒だっていうことで解決できる。こんな考え方もあるとは思います。なので、えー 何が何でも皆さんがこうダブルライセンスあるいはトリプルという形で複数ライセンスを備えてお一人で全部問題を解決できるようになっておかないと食っていけないよというつもりは全くないんですけれどもなので今のご自身の状況を踏まえてあ、掛け合わせる必要があるな掛け合わせた方がもうちょっといけるなってなった場合に一つの選択肢としてまあこれからお時間等もお持ちでえ、まだまだもう一個あのー やれるっていうことであれば、ご自身で取ってしまって、まあ、あの、やりうる状態を作って、その後、じゃあ、人に頼むかどうかは、後で考えればいいやっていう余裕がある状態を作れるというのも、一つ考え方としては、あると思っています。まあ、そうですね。なので、えー、少し、こんな形で、まあ、仕書士、行政書士、もしかしたら、その、業務の範囲等々から、どういう関わりがあるか、 関わり合いがあるのかっていうところまでこうお考えじゃなかった方々もいらっしゃるかなと思ったので、今日はこんなお話をさせていただきました。でそんな中で、えー、もしね、えーまあ、行政書士のライセンスをお持ち、あるいはもう受かってて使用書士、逆もそうですけれども、なさる場合であれば、えー、やっぱり鉄は熱いうちに打てというところがあると思いまして、えー、その資格、どちらかの資格を取った後、なるべくそのままの流れで範囲を 広げていく方が効率は高いんじゃないかなっていうのも一つあります。あの僕自身がこの行政書士のライセンスがすごく使えるなっていうのを実は全然知らなくて、司法書士の試験を取り終わって一旦こう学力がピークに上がってかなり下がった後に業務上必要だなというのでまたこう取らなきゃというので一から勉強を再開してちょっと苦労したなという覚えがあります。なので、まあ、 まあ、だったら、ついでに、もう一手間、確かにね、えー、私にもっと勉強しろというのか、ね、もっと講座を受けろというのかっていうふうに言われちゃうと、まあ、それはそういうつもりではありませんということなんですけれども、あの、学力の状況としては、ある程度ピークに持ってって、 ライセンス、試験に受かる状況まで持ってった状況から広げていただくのが近道ではあると思いますので、特に今ね、えー、近々でご受験なさって、えー、合格見込みの方等々はぜひね、えー、この他のライセンスをちょっと検討してみる、そして可能性を探ってみるっていうのをやってみられてもいいかなと思いますので、そのあたり、えー、目を向けていただけるといいかなと思います。はい。えー、ということで、まあ、出てこのあたりでいただいているお時間終わりましたので、私の話ここで終了にさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。